はい、どうも。今回はアイスステーションでちょっと謎なねアイテムっていうか装備を手に入れたんで、紹介していきたいなと思います。で、今着てるやつなんですけど、まあと分身バグを使ってできるやつで、で分身バグをやってるとなんか装備とかがたまに変わったりするんですよ。まあ、それで赤いバッグとかクールバッグをゲットできるんですけど、僕はちょっと違った服とかアイテム、バッグを手に入れました。バッグと服ですね。はい、衣服です。で、今下画面見せますが、これですね。はい、なんかプラス1111W は待て Y、 まあこんな感じで、まあ英語がたくさんね、書いてあるんですよ、こうやって。で、まあ、ズボンは、ただの最初に出てくる、黒いやつで、でも、まあ、なんか、この状態で、なんか、分身バッグした時に出てきたんで、まあ、謎のやつですね。これはよくわかりません。外国の装備なのかもしれませんけど、よくわかんなくて。で、もう、名前的にこれ、ゲーム作った人が意図的に作ったやつっぽいので、多分改造ではないと思うんですけど、まあ僕は何だかわからないので、ちょっと紹介してみました。まあ、ただこれだけですということで、今回の動画はね、これで終わりにしていきたいなと思います。では皆さん、バイバイ。